キチャンネル。ちょっ、さあ6月総チェック、ソフトバンクヤクルト編というところで、ヤクルト、逆襲のヤクルト、はい、現状最下位、借金中、しかし首位と7ゲーム差、あ、3位と7ゲーム差か、で首位と 7.5 ゲーム差、まあ、まだワンチャンいけるよね、まだね、交流戦次第ではね、まあ、そうなった中でよ、ヤクルト、2割5分7厘から2割1分5厘、激落ちやで、激落ちっすよ、激落ち、はい、でもホームランは17本と18本やから、ホームラン打ってんね、うん、ヒット少ないんだろうね。でも基本塁打18本打たれすぎ、ホームラン打たれすぎやねん。でチーム防御率 3.47 から 3.13、 先発よくなってるやん。でリリーフが先発 3.72 から 3.26 でしょ。でリリーフが 3.03 から 2.93、 数字的には良くなってるんだね、ピッチャーね、感じ的にね。でもなんて言っても打てなさすぎやろ、結局はつながりと。だって得点106点から67点やで。そうですね、40点も減ってんで、40点でぐいよ、でぐいっすね。1試合平均 1.8 点ぐらい取れてないからね。で失点はちょっと改善されたけども、やっぱオスなんやな、オスな、オスだ、全然打ててへんで。だから3月4月だと3割から180だもん。そうですよ、それはきつい。ホームラン5本から1本やで、それはきついよ。長岡頑張ったけどね、頑張りましたね。長岡もロッテキラー、長岡めっちゃ長岡だけ頑張ってたような気がする3割2分3厘、うん、5月ね、めちゃくちゃ打ったしね。村上が5月1割9分8厘、ホームラン7本で打ってんだけど、もうアウトかホームランかみたいな、ね、ここら辺が痛いよね。結局やっぱつながりが、うん、オスナ村上の急ブレーキが痛かったよね。サンタナ君がね2割8分9厘、まあ、サンタナも悪くないんだよ、ね、悪くないけども、なんか打ってないようなイメージがなんか出ちゃうんだよね。でやっぱり塩見の怪我ね、ね、今年無理ですもんね。あれはちょっと痛かったね。あとキャッチャー中村が2割とね、ちょっとなんか上がってきえへんよね、まあ、西川もちょこちょこ頑張ってるけどね。 でもやっぱ真ん中が打たなな。あとヤフーレバレたバレた 3.25 急落やで、急落ですよ。4勝5敗、え、4連勝から5連敗、はい、5月だって4敗やもんな。まあ、でも1失点で負けてるから、ここ勝って、ここら辺が兼ね合い悪いよな、うん、前回は6失点で負けたけど、でもジャイアンツ戦2失点、阪神も1失点、中日1失点だから抑えてるからな。前回だけだから、楽天戦だけだからやらかしたの。そう考えたらここ勝たしてやっとけばな、ね、ここら辺が勝ちきれてないのがヤクルトとしたら痛いよね。サイスニードもまだ0勝だからね、今季高橋奎二は 4.50 ね、小川もね、ちょっとストレートが走らへんしな。やっと石川がね、23年連続初勝利したけども、もう今の頼みの綱は吉村やろ。吉村ですよ、ね、はい、4勝3敗 2.61、 ね、あとリリーフやな、やっぱり守護神石山も頑張ってるけど、結局あのロッテ戦のあの引き分けに行こうが痛いよな、はい、あれ勝てたから、はい、うん、普通に2勝1敗でいけたから、そこをやっぱ勝ちきれてないのがきついよな。だからなんか投打のバランス悪いよね。まあちょっとやばいですね、うん、点取られなかったら打てない、点取ったら打たれるみたいな感じの投打のバランスがあるよな。でもまあオスナ村上が復活してきてくれないとこの打線はきついよな。あとはもう 1番やな。1番どうするか、丸山なのか長岡なのか、どう感じで、もう思い切って長岡1番する、それも怖いですけどね、好調ですから、うん、でもチャンスの長岡も嫌やしな。なんか6番ぐらいにいるから嫌なさ、嫌さ感がめっちゃ出てくるけどね、あのサンタの後ろぐらいに。1、2番どうするかだよね。はい、そこですよね。もう最大の課題はね。あとやっぱり DeNA 3連敗も痛かったな。めっちゃ痛いですよ。5月7勝14敗3分けやで、借金7やで、きついよ。土曜日とか勝ちなしやで、火曜日土曜日勝ちなしやで、痛いな。痛い。もう1、2番どう誰置くかの選択と、オスナ村上の復調待つしかないな。そうですね。でピッチャーとのコンビネーションの噛み合わせが良くなって、あと終盤ね、取っていければまだチャンスあるからね。まあなんとかそこやな、課題はね、うん、なんかあの投手陣言われてたけど、ちゃうわ、打線が機能せんと勝たれへん。そうですね、1、2番オスナ村上や、ここの復調待ちやな。元気になるよ、めちゃめちゃ怖いですからね。そう、ね、そしたら今の投手陣だったら何か踏ん張れるんちゃうな、はい、なんとかね、吉村、ヤフーレス、サイスニード、うん、で踏ん張りながら小川とかでね、うん、なんとか勝ち切って、小沢もいいし ね、 そうですね、小沢もいいのになんで
片足やりてないんやっていうね、あんなに抑えてんのにね、かわいそすぎるわ。はい、でパ・リーグ、はい、ソフトバンク、はい、もう無類の強さやな。柳田もう怪我人続出やで、柳田、牧原、三森、毎年のように。柳田も多分クライマックス日本シリーズまで行けば帰ってこれるかもしれへんけどっていうような感じや。それなのに、お前、柳町がめっちゃ頑張ってるよ、そっから。ね、この5月、ね、3月、4月、5月でいうと、13勝9敗か、ソフトバンク。13勝9敗やから、5月は貯金4か。で、18勝6敗の12だから、16か、貯金ね。チーム打率は、2割5分クリーンから2割5分5厘。だから、まあ、ほぼほぼ一緒だよね。はい、で、防御率が、2.13 から 1.91。良くなってるもん。で、先発が 2.07 から 2.28、 リリーフが 2.25 から 1.13 だから、リリーフめっちゃ良くなってんだ。はい、やっぱ松本とかな。ヘルナンデス、ヘルナンデスいいよ、ヘルナンデスオーストラで何気にね、何気に、うん、で、つもり松本ね、つもり松本、うん、で、ホームランが17本から15本、まあさほど変わんない、ね、で得点も114から92だから、まあ20点ぐらい下がったのかな。でも失点、お前61から49やで、失点全然点取られへんやん。そりゃ勝つな、あんな怪我人出てもね。え、確かに有原も頑張ってるしな、もう強すぎるな。もう言うことないよね、言うことない、そのままでやな、そのままそのままそのままでみたいな。でも結局ソフトバンクはシュートやね、シュートが塁出るかどうかで攻撃力一気に変わるで、もうランナーも気になるしね。シュートが不調になってくると得点力かなり半減するよね。だからそういったところで、まあ4月3割ね、4分6厘、5月2割だから、そこら辺が若干ちょっとね、おとなしめだったんだと思うんだよね。その分栗原上がってきましたからね。上がってきた、ね、いい感じでね。でコンちゃんがまた勝負強いしね、ちょっと川村息切れ中かな、ちょっとね。まあこれはここからまた勝負だからね。つもり 0.47 やで、有原 1.84、 5勝3敗、和田 2.12、 大津 1.38 やで、4勝2敗、石川 2.47、 2勝0敗、モイネル 1.77、 2勝2敗、どうなってんねん。大関 2.14、 2勝で、藤井19試合 1.89、 オスナ 2.95、 長谷川 0.00、 ヘルナンデス 2.08、 松本 2.05。ストップザホークスどうすんねん。巨人に負けた時はおおと思ったけど、その後カープに3連勝、結局4勝2敗、結局ね、最低限もうこのままでやな、このままでいっちゃいそうっすけどね、うん、まあだからもう怪我人を増やさないようにすることしかないよな、そうですね、うん、あとは別にそのまま頑張っていこうっていう、そんなに何かが足りないとかダメな要素はないね。ないですね、それはないよな、勝ってんだから、はい、逆にケチつけられないよ。だからまあ、まあ今1位2位の巨人、広島の戦って4勝2敗で乗り切れてるからな、はい、ホークスもでかいよな、でかいです、ね、そう考えるとね、まあもうホークスは見守りましょう、どうなっていくか、もうあの何かを変えるとかない、まあ、だから1位で言えばもうこれ以上怪我人出さないようにすること、はい、でここからのこの柳田とかの怪我が今柳町頑張ってるけども6月どう影響してくるのかっていうところは得点力も含めて見ていかなきゃいけないんで、もうその怪我人の後だね、ね、もしくは怪我人出せない、まあ、これをね、まあ、6月はね見ていって、効率に終わったらねどうなってるのかを見ていきましょう、はい、さあということで全試合月間総チェック、これでおしまいです。じゃあ